崩壊寺は、京都市伏見区日野西大道町にある、新言衆大五派の別格本山の寺院。三号は、東光山。本尊は、薬師如来。海山は、伝行大師最長とされている。藤原氏の一族である、日野家の宇治寺で、日野薬師あるいは入薬師の別名で知られる。崩壊寺は、第五寺の南方、宇治市との境界に近い、京都市伏見区日野に所在する。 日野は、北条記の著者である、鴨物共鳴の住んだ地であり、親鸞の生誕地としても知られる。かつて、山城国寺群日野と呼ばれた、この地は日野家の領地であった。日野家は藤原北家の一族で、儒学や稼働を良くした家柄である。平安時代後期の永昇六年、元文章博士で後に出家した日野助成が、 薬師如来を安置する堂を建てたのが崩壊時の始まりとされている。薬師如来像の体内には、助成から四代前の仮祖、藤原野衆から代々伝わる、伝行大師、最長自作の三寸の薬師像を納入したという、寺の早々時期については別の伝えもある。すなわち、家衆が公認13年、最長自作の薬師像を本尊とし、最長を解散として、 一族の宇治寺を建てたとするものである。その後、平安後期の阿弥陀信仰の高まりや末法思想の普及に伴い、崩壊時にも阿弥陀堂が建てられた。当時はいくつかお堂があったが、現存するのは阿弥陀堂のみである。平安時代後期の崩壊時には、当時の日記等の記録で判明するだけで少なくとも5体の上陸の阿弥陀如来像が存在したことがわかっている。現在、 阿弥陀堂に安置される像がそのうちのどれに当たるかは判明していない。浄土新宗の海祖である親鸞は上安3年に日野夕飯の子として崩壊時で生まれたとされている。また、崩壊時の近くには親鸞の生誕地にちなんで江戸時代に創建された日野誕生院がある。日野の,の裸踊り阿弥陀堂広宴で少年、 清掃年の二組に分かれ、裸で両手を合わせて、長来、長来ともみ合う奇襲。京都府京都市伏見区日野西大道町19、開門時間交通アクセス。ありがとうございます。